本日はですね、この間たまたまあったスーパーにあった激安のポークリブ、この肉をこれらの調味料でグリルしていこうと思います。これで800円、安い。頑張ります。お願いします。じゃあ早速やっていきましょう。お願いします。うわお、うわお、わお、わお。はみ出る。素晴らしいね。これすごい、全然。全然臭くない。下味をつけていきます。まずこのニンニクと、すごいよ。塩。塩。胡椒。はい、胡椒。あとやっぱこれ、オリーブ。これがポイントです。うわ。あ。もちろん後付けで揉み込むやんな。もちろんです。最後はやっぱりおいし、これが味の決め手です。このくらいならここからちょっと30分ぐらい置くのが多分正解なんやろうけど、手で揉み込めば OK。 じゃあグリルに入れていきましょう。よいしょっす。こちらのグリルで焼いていきます。中はこんな感じ。これが置いてあるってすごいよな、アルベパークに。やってくださいって言わんばかりな。もうこれは使わずにはおれへんわ。もう着いた。着いた。それで右半分をつけて、お肉は左に置きます。直火で焼かないのがバーベキューだそうです。じゃあこのまま30分蒸していこうと思います。蒸すんですか。なんていうのこれ、直火じゃない、熱気で温めていくって感じですね。なるほど。これをじゃあ30分やっていきます。はい。というわけで、2時間経ちました。じっくり焼いた方がいいよ。ちょっとどんな感じか見ていこうか。見ていきましょう。どうぞ。このバーベキューソースを塗っていきます。これを待っとった俺は。完璧。思ったより硬くなかった。噛めば噛むほどうまい。
これ堀西聞いとるのかな、今シーズニングがいい。ガーリック聞いとるな、これ大成功だろ。いや、これはアメリカならではシーズニングやって、グリルとまずこの形の肉が必要だけど、その2つさえあれば、ど素人の俺でも食べたから、これ、みんなアメリカに来た時、ぜひ試してほしいな。アメリカに来たら、これをやるというか、これをやるためにアメリカに来たらいいんじゃないですかっていう話ですね。いやこれは最高やわ。ちょっともうあとは、米でないか。米で。米あるわ、そうや。よし、じゃあ、今日はこの辺で、はい、もしこの動画がいいと思った方は高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。またインスタグラム、ツイッターもやってますので、ぜひそちらも見てください。お願いします。じゃあ今日はこの辺で、はい。